はい、今回の動画では郵便番号のハイフンを自動で入力する方法をやってみたいというふうに思います。で、この郵便番号を打っていくときにですね、まあ、今ここの例えば422で、ここの間にハイフンを、ね、まあ、入れるとこういう感じで打っていくと思うんですけども、まあ、これが今もこの表みたいに2つとか3つぐらいであれば、もちろん1個1個ハイフンを、ね、まあ、入れていけばいいんですけども、まあ、例えば何百とか、まあ、時には何千とかですね、そういうまあ大量の膨大なデータをこういう入力、まあ、住所録で入力をしていくときに、まあ、少しでも、ね、やはり楽して入力したいということがあると思いますので、まあ、そういったときにですね、このハイフン、というのを入力せずに、この7桁、郵便番号大体7桁なんですかね、この7桁の数字をただ入力しただけで自動的にハイフンをもう入れるように、まあ、設定することができますんでね、早速そのやり方をやってみたいというふうに思います。じゃあそれではまずですね、この郵便番号のこの列のところ、まあ、ここのね、郵便番号をずっと縦に入力していくんであれば、この列、まあ、今回はこれ今 D 列になりますけども、この D 列のところ、まあ、この D というところを選択をしておきます。はい、で次にですね、このホームタブのところのこの数値グループというところのこの右下の方にあるこのボタンですね、まあ、ここをクリックします。はい、そうするとこのセルの書式設定というウィンドウが開くと思いますので、この左側のこの分類のところの一番下のユーザー定義という項目ですね、こちらをクリックします。はい、で次にこの種類というところで、まあ、G スラッシュ、まあ、標準という形で、まあ、通常だと入っていると思いますので、この枠をクリックしてもらって、これをもう消してしまってですね、まあ、郵便番号の形ですね、まあ、000で -0000 と入力します。はい、これで OK ですね。はい、そうするとね、このハイフンの表示形式というのが、まあ、ここの今の D 列のところに、まあ、設定されましたので、じゃあ例えば次のじゃあこの欄のところに4240881とかちょっと打ってみましょうか。はい、まあ、これでエンターですね。はい、そうするとですね、このハイフンが今自動的で入りましたということですね。まあ、こういった形でですね、まあ、こういう住所録でまあ膨大なデータをこう入力していきたいといったときに、この郵便番号のまあ項目のところ、欄のところにはですね、このユーザー定義の設定ですね、今やった、まあ、このユーザー定義のところで、この種類のところを 000-0000 というふうに入力をしておくだけで、このハイフンを入力せずにですね、まあ、自動的にこのハイフンが入るようになりますんで、まあ、ぜひね、まあ、こちら、あのユーザー定義のところを利用してもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。